んまです。はい、私はもうお風呂も終わり、寝る準備バッチリです。お、今エミーにお手紙書いてるところ、ありがとうございます。お、お好み焼きさん、お好み焼き屋さん、ありがくまー、ラストくまかな。けいごさん、ありがとう、ありがとうございます。もう明日です。わあ、かめちゃん、わあ、かめちゃんさん、ありが、うわあ、くま、ありがくま、いちさんもありがくまー、ちょっと待って待って、誰言ったっけ、誰言ったっけ、どこまで行った、いちさん、あ、かめちゃんさん、ありがくまー、ありがとうございます。かめちゃん、お、のんべえさん、ありがくまー、ありがとうございます。すいません、終わりかな。まあ、ありがとうございます。あ、これ思いました、東神町駅は私の卒業応援ポルタポスターあります、ありがとうございます。わ、カズさん、ありがくまー、ありがとうございます。すいません、確かに美人百花のイベント思い出しますね、めちゃめちゃタワー着てたやつね。お出かけ見てます、結構前ですね、懐かしい。え、インキューブベーターってなんだろう、明日はロビーです、その後東神町で見る、ありがとうございます。ロビーにも最後は絶対行くと思うので、ロビーで待っててください。わ、よしひろよしひろさん、ありがくわー、ありがとうございます。つかちょん、つん、つかんちょ、エミー卒業しないで、卒業します。まあ、最近ずっと熱出てたけど、ようやくなった、明日ちゃんと見送る、はあ、よかったね、かのちゃん、ありがとう。お、卒校二次同棲してた、ありがとうございます。思った、カフェオレ出荷再開思いました、やばいやばい、来月あとちょっと、うん、卒業しないで、卒業します。え、 Q4 の
初公演がエミの卒業公演になると、まさかまさかのですね。それはもう実感ある。明日が最後って全然実感ないけど、考えると寂しい。実感ないかも。こう自分どうなんだろう、ドレス着たら思うのかな。ドレスの普通に言っちゃった。もういいか。わかんないけど、どうなんだろう。劇場行くだけで泣きそうだって。でもなんかこう明日のことをいろいろ考えたりとか、他にもなんかいろいろ考えることが多くて、その時にあ、もうすぐで卒業公演来るんだぐらいは感じてたかな。でもいざあ、あさってにはグループ抜けてるって考えるとちょっととか、また新しく進んだことも HKT も多分あると思うから、そういうのを見るとわあ、時間は進むんだなって思いました。すごいな。今夜は眠れそう、すごくぐっすり眠れると思います。はい、寝なきゃ次の日もその次の日も私はいろいろあるので、寝ないと夏バテしちゃいそうなので、暑すぎて。だからいっぱい寝ます。汚れてた。お、ハンスケさん、ありがくまありがとうございます。わあ、なんかすごい、待って待って、ジャデットさん、カムサムニダ、韓国の方かな、ありがくまありがとうございます。ちょい、お、東京のスワンさん、ありがしろー、ありがとうございます。ありがとうございます。わあ、マリンメッセでの昇格の涙がついこの間のようなんだが、確かに、いやサマステのメンバーにいなくて結構実感しました。私もこうサマステのこうみんながねセットリスト考えてるグループにまず入ってないのがやっぱ自分の中ですごく違和感ありますね。あれ、なんかすいた。明日までの我慢ですね。逆上がりも、そう、逆上がりも本当は出てもいいよみたいな言われたんですけど、ちょっともうさすがに新しいメンバーで作り上げた方がいいと私は思ったので、お断りしました。夜ご飯は、夜ご飯という夜ご飯ではないけど、夜ご飯か、3時ぐらいに食べました。
上がりの感想、なんかこれまずあのこれが通常っていうかひまわり組っていうのが本当にすごいなって思った。結構体力勝負だなっていう、なんかあんまこう公演を見たことなかったので、みんながこれからこれをこうやずっとやっていくのかって考えるとすごいなって思います。ちょっと私はもう体力がちょっと限界ですね。今日ね、あのエレとミシャケが初日を迎えたみたいで、お疲れ様と言いたいですね。本当は見に行こうと思ったけど、もう前日だから家でゆっくりしようと思って行くのはやめました。けど絶対2人だから、あの素敵な公演を作ってるんじゃないかと思って、でもあの抱きしめられたをやるって聞いてたので、練習してるのを見て、エレタンが絶対なんていうかエレとかミシャケとか今まで多分ああいうジャンルをやってこなかったと思うから、多分ああいうのファンの皆さんは嬉しかったんじゃないでしょうか。大人になったなって感じなんじゃないでしょうか。あ、サクサクさんありがくわありがとうございます。すごいめっちゃ来てる。何本経ったか全然覚えてないけど、ありがとうございます。おお、1万人久々に超えたなんかすごい嬉しい、ありがとうございます。わあ、私大丈夫かな、ずっとさ「もう大丈夫かな」しか言ってないなんか錬金ぐらいかな、大丈夫かな大丈夫かな、それしか言ってない。心配性なので何もかも不安になっちゃう。お、リン・ダンさん、あれ2本目かな、もうねありがとう、いつもくれるからなんか2本目に感じる、ありがとうございます。何が心配かはよく分からんけど心配、ユミ東神町のポスターのコメント増えてください。え、さっき増えたよ、ますよ。皆さんがツイッターにもなんか私の企画をしてくれてるのも知ってますありがとうございます。エミーのスピーチが心配、いや私もスピーチ心配、でもあの本当にあの頑張って喋りたいから短いかもちょっとだけこうまとめて伝えちゃうかもしれない。でも皆さんの頭にちゃんと入るようにあの
喋るので頑張ります、はい、20分超えてもいいよね。いやさすがに、むしろ20分喋れたら本当にすごい。20分喋れるの逆にすごいわ。わ、クーさんさん、ありがくわー、ありがとうございます。えぐい。なんかファンの皆さんが福岡タワーのライトアップを企画していただいてるらしいんですけど、時間が遅いですね。ちょっと前倒しならないですかね無理か。富士国ができたんだからエミちゃんもできる。いや、富士国は富士国です。エミはエミですね、はい、すいません。でもやっぱなんていうかな、熱を下げたくないっていうか、こうね、あるじゃないですか。野球も勝った後にこうお立ち台まで の時間が長いとちょっと冷めません？さっきはぁってなったのに、まだ寝てこんのかい、早くコメント聞きたいみたいな、そんな感じですね。ちょっと違うか、例えちょっと違うか あーほら分かるってやばい、わかるって。そうなんですよ、そういうことなんですよ。だから自分がそういう感じるタイプだから、なんかね、すごい、なんかアイスのイベント参加中になってる、すごい。アイス食べたいね、まあ、食べていいだろうけど、ちょっと扇風機をつけさせていただきます。うん、うるさいね、こうやってか。気になるな、うん、わ、またのんべえさん、ありがくばありがとうございます。まあ本当にこのショールームは今後使っていくかがわからないので、正直一旦今日は最後ということで、卒業したら家電も送れるのでは。わかんない、わかんないかも。お好み焼き屋さんまたくまさんもありがくま、ありがとうございます。うん、渾身の一撃さんもありがくまー、すごいたくさんのくまさんも、くまになっちまうんじゃねえか。お好み焼き屋さんの名前言ってて思い出したけど、
こう毎回あバレない程度の話どうやって話すんだろう。家の近くに家の近くにっていうかお好み焼き屋さんをよく通るんですよね。家の近くではないか、ちょっと歩かなきゃいけないところにお好み焼き屋さんがあって、いつもめっちゃいい匂い、めっちゃいい匂いするの。なんか 裏路地みたいなとこ通ってこう歩いていくことが多いんだけど、マジでいい匂いすぎて、あの卒業したら一旦お好み焼き食べたいね。粉もん、粉もんとかもんじゃとかめっちゃ食べたい。焼きそばとか、めっちゃ行きたいとこ多い。回転寿司も、回転寿司大好きなんですよね私。ちょうどいい回転寿司か、もうマックも食べたいし、なんかちょっと体に悪そうなものいっぱい食べたい。UFO とかも食べたい。今日マック食べたっていいな。お、大吉寿司、あれでしょ、イーゾのとこだよね。イーゾのとこかな。イーゾのあのお寿司屋さんも美味しいよね。私はそこ好きです。あのふっくんの目の前の、わあ MLB バーガー、わあわかる。そっち系のねバーガーも食べたいね。わんこそばチャレンジ、私そば苦手なんです。あんこそうめんだったらいいよ。あんこそうめん、卒業後もオンラインしゃべる会したよね。できるように頑張るので、だから皆さんあの卒業後もチャットを、卒業後また改めてチャットを登録してほしいんですよね。お願いします、拡散希望。オンライン飲み会できそうでできなさそう。X とかもそのままだと思います。なんかイベントとかあったら皆さん来てくれますか。ラルキーのペペ玉、あ私カルボナーラ系もあんまり食べないんですよね。最後にそういうの食べたの本当にこれガチで中学校とかだと思う。あ、行くって、ほんまですか。わ、宇宙さん、クマ、ありがクマ。ええピンクのクマ、ありがクマ、宇宙さんありがとうございます。なんかすごい、宇宙さんありがくわー。そう、3つ目、ハンスケさん、ありがくわー。くま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 。卒業グッズはどんな感じ。え、結構いいと思います。
いちさん、ありがくまー、いえい、あ、サクサクさん、ありがくまー、たくさんタワー、クマタワーやばい、クマがかわいいですね。マジで美人百科の最終日、本当に思い出す、最終日のあの怒涛のギフト投げみたいな。そうですね、皆さんのおかげでボラ会に行けることを行けたらいいですね。サシさんのタワー投げログはスクショした。サシさんね、いやあの時、いやよく本当に恩着せがましいことしてるよね。本当に良くないよね。だって普通さ、そんな連絡してさ投げてくれる人なんていないし、あかんですよね。今になっては反省です。でもありがとうございます。感謝の気持ちはいっぱいです。本当に優しい先輩がたくさんでしたね。いやなんかそのいろいろスピーチ考えたりするときになんか昔のことを考えるんですけど、やっぱなんていうかな、先輩がすごすぎて、いやすごすぎましたね。本当に先輩のおかげでここまでできた気がする。HKT 劇場のゲーミングチェア持っていくの一回考えたんですよね。それをくださいって言ったんですけど、やめました。まあ私にくれたって形にしていただいたけど、まあ、HKT のなので今後誰かが使うでしょう。それかそのスタッフさんが使うと思います。でも汚さないでほしいですね、今後劇場に置くな。本当にね、劇場がすぐ汚くなるんですよ。うん、大変です。お、はん、はな、あ、はなげロングさんだ、ありがくまありがとうございます。はなげロングさん、いつも配信でギフト投げてくれる方、個性的だなと、名前がと思ってました。ああ、そうしさん、明日は当選してなくて最後会えないの悲しいけどロビカンしに行くねって、ありがとうございます。ロビカンにいることを想像しながら公演頑張ります。2万人すごっ。でもさ、これってさどういう計算の2万人なんだろう。
よくわかんないけど。東京のスワンさん、ありがとう、ありがとうございます。本当にありがとうございます。うわぁ、若葉さん、ありがくまー、ありがとうございます。今は人数じゃなくて盛り上がりだ。盛り上がりだ。じゃあいつも盛り上がってないんかい。見てる人が少ないだけですよね。すごい、ありがとうございます。てか明日は久々に全出演絶対するしないといけないので本当に体力が持つかがとっても心配でございますござる。あ、カズさん、ありがくまー、ありがとうございます。右肩が上がる。卒業公演ラスト曲聴いてください。右肩やばい、思い出さなきゃダンスを。ミミさん明日頑張ってくださいね。行きますね。皆さん明日オーバーチャーから声出していただけるととってもとっても嬉しいでございますござるはい。お、ハンスケさん、ありがくまー、ありがとうございます。あ、ピーさん、もしかしてチャットの方かな。ありがくまー、ありがとうございます。卒業グッズが出るので皆さんぜひ買ってみてね。真ん中ハニー持っていくでござる。いいじゃないでござるか。そっか、私の応援もしてくれてた方とかで、こう私きっかけで劇場公演見るの最後っていう方もいるんですね。って考えるとお互い卒業公演じゃないですか。やばい、それはやばいですね。なんか本当にそう考えるとエモいですね。なんか喉が詰まりそうなぐらい驚いてる今。ボスブラックさんありがとうお、クロウさん、ありがくまー、ありがとうございます。くっあー、お腹すいたパピコあるんだよな。アリスが食べたいんだよね。でも今日マッサージさん行ったんですよ。いつもお世話になってる。足をこうちょっとなんていうかな、張りをなくしてくれるとか、冷え性ですねってすごい言われて、確かにってね。やばいやばい、リップついてるやん。肩はでも
安静っていうか本当に公演してない時はマジで大丈夫なので、賢者なです。もういつも肩をやってくれてるトレーナーさんがいるんですけど、でも毎回一緒じゃないんですよ。だからでもよく本当によく被るあのトレーナーさんがいて、その方が最後山下さんの肩をさせていただくのが嬉しいですとか言ってくれて、なんかもうみたいな感じでした。なんか発表した時もその方が言ってくれてて、でいつもこう着替える時ももう私の肩を心配ずっと心配してくれてて、もう専属みたいな感じで、もう曲出るやつとかもあああれですねみたいな感じでもう、もうなんか覚えてて、本当に優しい方で本当に嬉しくて、今日も肩痛いと思うんですけど頑張ってくださいって言って、私が合間で、いっぱいこうサポートするのでって言ってくれて、それでいつも公演に行ってたので、明日がラストっていうね、嬉しいですね。え、すごい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 、アイス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 のイベント、さっきさ15とかだったのにもう40とかじゃん。ちんちゃ？え、これ何もらえるんだっけ？え、ちょっと待って待って。え、もうめっちゃお腹空いてきた。もうナイスのこと考えすぎて。お腹空いてきた。え、すごいすごいすごい。ん？え、いった。え？アイスもらえないの？アイスもらえるの？ん？アイスもらえるの？どういうこと？ん？ん？なんだよ、対象外じゃないかよ。私もアイスは関わりないっぽい。は？なんだよ、熱いな。なんやねん。アイスくれよ。アイスくれよ。何、みんなはもらえるみたいなやつ？え？対象外だよ。なんかみんながこうツイッターとかで過去のなんか思い出の何映像とか ツイッターに上げてるんだけど、それがエモすぎていつも見ちゃう。
対象外のイベントには参加なの？あ、私たちがもらえるものはアイスじゃないらしい。知らんけど。知らんのかーい。わからん。わからん。え、アイスクリーム1週間分？え？え？すごいね。どうやってわかるのそれ？その。なんか今回なんかめっちゃ説明がさ変なんだけど、あ、うん、もっとアイス抽選、も抽選、もっとアイス抽選、ポテトグループを見ればいいのか。全然わかんないよ。ちょっとわかんないや。まあいいや。自分で買います。よしひろ、よしひろさん、ありがくばあ、イコノイジョイは慣れてなすぎ30万だ、あいつ1週間分まだエミリー達成してません。50万でアフタヌーンティー、アフタヌーンティー、へえ。いちさんまたありがくばー、やばい、とんでもない、これさえぐいっすね。うポテトグループは30万でアイス1週間分、やっぱもらえるのかな。まあ待ってたらもらえるか。これ何万ポイントが最高で、何万で達成するんだろう、だろう、だろう。あ、本当だ、メンバー向けの特典、30万達成したらアイスクリーム1週間分レッドステラをプレゼント。レッドステラ、1週間分もらえんじゃん。え、大好きなアイスクリームって何？例えばなんか、え、確かにそういうのって事務所系、事務所 HKT かっさらわないよね。やめたからって言ってそれあげませんよとか言われないよね。最後にアイスください。週間分か。でも週間分しかくれないのか。高いアイス頼んだ方がいいのかな。
やばい、クマ何個、これクマ何個いるの、 15?20?20 体のクマか。見てください、爪を変えました、ストーリーに載せたんですが、イエーイ、ギリギリセーフで行けたんですよ。本当はね、結構前からマジで爪やばかったんですよ。だからよかった、いけた、めっちゃかわいい。最近この白のグラデーションにハマりすぎて、これのなんかデザインばっか見ちゃいますね。まつげも行けたんです。あ、痛い、痛い、眉毛も全部、私きっかけがないと整えないタイプで、こういうなんか大事な日があるから行くきっかけになりました。まつげすごくない？自まつげだよ、まつげパーマ。私が言ってるとことっても上手なんです。女子は行った方がいいですね。お腹すきすぎてお腹鳴ってますやばい。リンカちゃんが明日の髪型何してほしいか決めてほしい。全員あげとか言ってやるんかな、やりそうだな、やめとこう可愛い髪型なんか考えとこう。卒業したらどこ旅行行きたい？私、どこだろう？韓国。韓国がいい。一回も行ったことないので。お、くんちゃんさんが爪まねっこさせていただきます。よろしくです。へえ、まねして。何時までしよう、10時までにしよう、ちょっと明日のことを考えて、ちょっとだけゲームして、ちょいとキングダムの映画見て寝ようかな12時過ぎてんな、そしたらゲームね、1、3試合ぐらい行きたいね。キングダムもね、今日時間、予定時間まで見てたんですよ。でも多分今公開されてる映画の前の話かなのやつを見ちゃって、なんか面白かったので、その前のやつを見たくなったので、見れたら見ます。気力がなくなったら寝ます明日は何時起き？まあ基本8時半ぐらい酔ってるけど、最近は夏のせいかめっちゃ朝6時とか7時朝方めっちゃ起きちゃう。卒業前日なのに変わらないのがエミリーらしすぎ。いや、やっぱそうですね、私らしさっていうのが一番の
何取り柄だと思うのでエミリーらしいねっていうのがいいのかな、そういうのっていいのかな、よくないかな、悩んじゃうから考えちゃいけないんだよ。良くも悪くもいいか。え、うわ、ゆかさん、ゆかちゃん、ゆかさんか、ありがくまありがとう皆さん、なんかたくさんたくさんたくさんくまさんありがとうございます。え？リンカ？松葉教えてください。え、全然教えるよ。なんかね、私めっちゃこっそりこっそりでか、もうめっちゃ声でかかったら聞こえてたんだけど、なんかロッキーがまつげの話をしてて、私悩んだよねみたいな、なんか上がんないんだよねってとか、なんか多分まつげの話してて、その時にあ、私のとこ結構可愛く上がるけどなとか思ったりしちゃってました。めっちゃね、なんかロッキーはね、美容についてよく話してるイメージだな。なんかそのコスメ何々とかめっちゃ声でかいの、めっちゃ声がでかくて、なんかなんか盗み聞きとか のレベルじゃないんだけど、普通に声でかいからめっちゃ聞こえるんだけど、そういう会話をしててなんか若いなって思いましたね。私の時は別にそんなコスメがめっちゃ流行ってるわけじゃないし、周りの子も知ってる子がそんないなかったから、全然メイクはめっちゃ疎いですね私。でもそういうサロンだったらいいとこ、いいとこ、良きなとこは知ってます。教えてって言われたら教えますね、はい、自分からは進めようかと思ったらあんまり進めれないな、なんだろう、やっぱ人それぞれだからって思っちゃうかも。お、夕日さん、ありがくまって思っちゃう。えんちょさん、あ、えんちょさん、えんちょさん、これはパワーなんだ、ありがプレゼントありがとうございます。あ、お、ぼちぼち終わろうかな、3万人にも行きましたし、私のラスト配信こんな感じで終わっちゃいます。いやー終わりますね、やばいやばいカメちゃんさんありがくわー、あ、やばいやばい、メタラーさんもありがパッカーンありがとうございましたわ。いちさん、ありがくわ。サクサクさん、ありがくわ。やばい、ラスト。本当に、ありがとうございました。今まで10年間。
10年間ってえぐいな。わ、HKT 超超絶おじさん、ありがとう、ありがとうございます。寂しいね、とっても。なんか明日か、あーすごい、明日が来るんだよね。本当に地球は回ってるね。寂しいけど明日は来るので、皆さんは明日最高の一日にしましょうね。一緒になんか やらかさないか心配。着替えとかもなんか待ち、またジャケット忘れたりしないかな。大丈夫だよね。頑張ろう明日。じゃあランキング読もうかな。13位リン・ダンさん、12位カメちゃんさん、11位ピ・タン、10位クーさんさん、9位お好み焼き屋さん、お好み焼き屋さん8位のんべえさん、7位東京のスワンさん、6位カズさん、5位よしひろよしひろさん、4位ハンスケさん、3位サクサクさん、2位いっちーさん、1位宇宙さん、ありがとうございます。おプーさんさんプレゼント送ってよ、ありがとうございます。え、なになに、総計漢字読めないな、合計、あーなるほどね。え、これの、13位から読んだらいいのかな、壇上がそうだからいいか。13位ジモッティさん、12位コウさん、11位クーさんさん、10位トムマルさん、9位ノンベイさん、8位ジニアスさん、7位ヨシヒロヨシヒロさん、6位コウヘイさん、5位渾身の一撃さん、4位ハンスケさん、3位リンダンさん、2位ウチョさん、1位つとも北海道さん、ありがとうございました。配信見てくれてありがとうございます。そして10年間ショールーム、10年間ショールームはしてないけど、10年間ありがとうございました。明日はどこの一日にしましょう。じゃあ配信切ります。今まで見てくれてありがとうございました。じゃあおやすみなさい、バイバーイ。